お疲れ様です。今回の依頼も以前にもあったようにナナさんからのものとなります。あの子、あなたたちと出会ってから随分といい顔をするようになりました。さて依頼ですが、いささか状況がややこしく、ヤタガラスから依頼を受けたナナさんをあなたたちが手伝うという形となります。その内容は、第14号放棄路線に出没するある悪魔の正体。どうしてナナさんが関わるか、詳しくはシルクド・ゴーマ殿にいる本人から聞いていただければと思います。他にヨウサマナーの本文をお忘れなく。マダムに聞いてきたよ。依頼受けてくれるんだね。ありがとう。みんなも呼んでほしい。ちょっと込み入った話になりそうだから。前回の依頼で持ち帰ったファイルを使ってヤタガラスに交渉した。マダムにも手伝ってもらって。やるね。なかなか気も座ってんな。私の父さん探しに、それに自分探しに関わることだから。でね、父さんが関わっていた計画っていうのが、人造悪魔製造計画なんだって。だからここに呼び出したってわけね。真由美先輩、コベナント以外の研究もしてたらしいが。人造悪魔製造計画、それはゾーマ研究に欠かせぬ素体ドリー・カドモンを用いた強力な人造悪魔を作る計画だ。この娘の父親の名を聞いたが、かような偶然があったとはな。真由美玄と我が輩の間に同じ新生命創造を志す者としての交流があったのだ。彼の挙げた研究成果は実に素晴らしいものだった。我が輩に尊敬の念すら抱かしめるほどに。ビクトルがそこまで言うなんて相当だ。だが、真由美の作り上げた人造悪魔製造技術は施設もろとも失われてしまったのだ。施設の場所は八ヶ谷ね。しかり。どういうわけだ？あそこには国防を司る重要な省庁がある。管轄は防衛省。表向きはね。
実際は鉄仮面がコベナントダッシュのために襲撃したヤタガラスの重要施設があったのよ。つまりそこで鉄仮面は真由美を殺害し満月と戦ったってわけ。コベナントもろともゾーマに関する技術をダッシュしたのもその時ね。現地は今ヤタガラスによって厳重に封鎖されている。臭いものには蓋をしろってね。ま、当然だわな。しかし最近になってその施設周辺で異変が起こったと。いまだ見たことがない悪魔どもがバッコするようになったというではないか。ヤタガラスが作ってた人造悪魔ってのが外に出た。ヤタガラスは暴走状態にあるそやつらをロストナンバーと呼称することにしたそうだ。ロストナンバー、うん、父さんが作ったっていうなら私の兄弟みたいなものかも。でも妙な話ね。施設機能は襲撃によって壊滅だわ。何らかの理由でロストナンバーが製造され続けているのだろう。想像もつかん理由でな。私はそのことを確かめたい。父さんが何を考えて何を使ったのか、そしてそれをこの手で止めなくちゃならない。なんと、真由美源の英知の結晶たるその言おう、とんでもないことだぞ。父さんの研究がそんなことになるの嫌なんだ。ヤタガラスには話を通してみたの？今でもその場所は厳重に封鎖されてるんでしょ？条件付きで出入りを認めてくれた。強力なロストナンバーが第14号放棄路線にいることが分かってるみたいで、それを討伐できるだけの力を示せば施設内の探索を任せてくれるって言ってた。それが今回の依頼ってわけだね。うん、手伝ってほしい。今回も頼りにしている。それじゃ私は第14号放棄路線で待ってるね。どの演目を望むのだ？また来るがよい。今回もよろしく、リンゴ。ロストナンバー探し、始めよう。下僕よ！敵出現。反応が消失しました。
敵出現、見つかりました。信号が消失しました。敵出現、見つかりました。反応が消失しました。敵出現、見つかりました。反応が消失しました。敵出現。反応が消失しました。見つかりました。いよっ、反応が消失しました。どうだ、ナナ。うん、あれが私たちの目標、ロストナンバーだよ。理性を失っている。今までの連中と一緒ね。あれが父さんの。俺の時間だ。よし、お願いするぞ。分かったぜ、リンゴ。ぜ、よし、それがいいわ。こいつ狙い通り。アロ、やってやるぞ、ミレリー。行くわ。それは情けなさい。大丈夫。ここだ、リンゴ。負けない。意識に決めるわ。おいおい、なんだ今の。リンゴのアイオン式召喚術に合わせたのか。こうした方がいいかね。そんなに驚くことかな。人間技じゃないぞ。一体どういう様な、なんだ、ナナ。さあ、宴の時間だよ。食らいつくぜ。まずはどうぞ。走っていこう。そこだぜ、リンゴ。やった。かけるぜ。それがいいわ。俺ならだよ。任せてくれ。あたしたちの分かったぜ。そいつ任せた。おい、何か来たぞ、仲間か。
どうやらここには2体目のロストナンバーがいるみたいだね。どんな力を持ってるからない。油断せずに行こう。貴重なものです。敵出現見つかりました。反応が消失しました。見つかりました。いいか、おお、反応が消失しました。敵出現見つかりました。反応が消失しました。敵出現、反応が消失しました。見つかりました。はっ、やっ、反応が消失しました。敵出現、敵出見つかり、反応が消失しました。そうだよ、バイバイは。敵出現見つかりました。動くな、アバよ。終わったわ。退屈な相手だったわ。敵出現見つかりました。反応が消失しました。敵出現見つかりました。反応が消失しました。発見しました。救急見つかりました。おい、頑張ってください。反応が消失しました。敵出現見つかりました。反応が消失しました。敵出現、反応が消失しました。ずいぶん悪魔っぽくないというか、まるで人間のような見た目じゃないか。ゾウマ合体を繰り返すと稀に人型に近い悪魔になるって話を聞いたことがあるわ。前のやつより嫌な感じがする。さっきのを食べたせい。みんな気をつけて。この戦い任せとけ。必ず勝とう。こいつはどうだ。遅いぜ。やることは分かってるわね。張り切っていこう。耐えられる。まずはどうする。くらえ。いつも通り焦らずに行こう。踊りなさい。パワー。
せやるわ流れを変える。一気に締めるわ。まずはどうする。よーし行くよ。やるか。覚悟はできてるよな。まずはどうする。強いぞ。警戒しろ。やったな。人みたいなロストナンバー、どうして。ねえ、この計画って何が目的だったんだろう。父さんはどうしてあんなのを。ナナ、あのロストナンバーには戦う以外にも生きる意味ってあったのかな。何でもいいから楽しいこと。そういうのは考えすぎてもいいことねえぞ。今回もありがとう、みんな。これ、約束の報酬。とりあえず、これで例の施設を探索する許可がヤタガラスから降りるね。その時にはまた協力してくれたら心強い。じゃあね。私ちょっと気分悪い。大丈夫かしら。ロストナンバーを見て何か感じてたみたいだったけど。兄弟みたいなもんって話か。わからんでもないけど、だけど悪魔だぜ。そこのところの事情はきっとナナにしかわからない。そうだね。私たちも戻ろう。貴重なものです。